古賀がちょっとまだベンチスタートだった時にですね、やっぱり負けてたんですね、はい、で古賀が途中から変わってやっぱりムードが一変して逆転勝ちをしたという、はい、記憶があるので、やはりそれだけ影響力のある選手だなっていうのは感じますよね。はい、皇后杯でも MVP を取りました日本代表、日本ではないかもしれませんね。いや宝だと思いますよ、はい、さあ塚田のサーブでまず1点 NEC が取りました。岩崎クローをレフトからここは使ってきました。今シーズンこの後半戦からスタメンに定着ところっていうのはありますかね。逆にもう新規1点も一から頑張れると思いますので、はい、また本当は新たな気持ちで頑張ってると思いますよ。はい、ドルーズがここは打っていてローズを追いかけますが、ここはフェンスの手前でボールが弾みな、ここは古賀のサーブネットにかかりました。まあ、まあ、第1試合でも話ありましたけどやっぱり大事になるんですよね。大事ですね。で特にあの、まあ、昔からの伝統じゃないですけれども、はい、NEC はもうとにかくサーブは命がけで練習しましたね。はい、木上が上げてドルーズライトから、ここもよく岩崎拾いました。山中クロゴライトからクロス、塚田大工のアチャロポーンブロックリバウンド、ネット際ここは粘るが NEC チャンスボール、塚田アチャラポーン、ここは山中の前に落としてきました。ラリー続いたんですが最後アチャラポーンが仕留めています。彼女のうまいところはトスが本当に乱れても、はい、安定したスパイクを打ってくれるんですよね。あ、 なるほど。なので上げる方としては安心して上げられる選手だと思います。はい、木上のサーブです。岩崎キリトル青柳塚田木上ドルーズワンタッチロゾ、なんとかここは拾った。これ山岸返すだけ、キラキラという声も聞こえました。日野江塚田んちょっとここは追いませんでした。得点は埼玉上尾に入りますね。さあ黒子のサーブです。古賀塚田アチャラポーンブロックワンタッチ取りました。ここはうまくアチャラポーンが決めてきました。アチャラポーンもこの試合始まる前までで決定率自体は 35.8%、 リーグ全体では36位という成績です。ここまで598打数アチャラポーンも打っています。打ってますね。岩崎ブロード青柳クロスにここは決めてきました。まあ、先週行われましたホームの日立アステ230試合出場を達成しました青柳、ベテランで気を吐いています。バックアタックドルズ、山岸ロゾレフト、ここは押し込みます。なんとかここは拾って大工の返すだけ、黒子岩崎バックセンター佐藤、ここは佐藤が打ち込みました。さて佐藤のサーブです。リードは埼玉上尾、古賀塚田アチャラポーンレフトワンタッチ、黒子岩崎シークイック、ここは岩崎、青柳決めました。段階でミドルというのを結構対応してきてますね。そうですね、早い段階でやはりチームとして組み立ててるんだと思うんですけれども、やはりベテランなので、はい、どういう時にこの選手を使ったらいい。埼玉上げを軽くジャンプして打ちました。山岸岩崎ブロード青柳ブロックワンタッチ取りました。小が1枚で行ったんですが、ここは青柳がワンタッチ巻き取りました。さらにもうドシャッとでもういいブロックをしてくれるんですよね。はい、青柳のサーブネットイン、塚田ブロード山田クロゴ岩崎ロゾレフト、ここは大規模のところ決めてきました。青柳のサーブ大規模の塚田レフトから古賀、ここもつなぎます。クロゴロゾフェイントドルーズ塚田ブロード山田、ここはブロック、ロゾのブロック決まりました。古賀も他の選手に声をかけました。青柳のサーブアチャラポーン塚田、古賀レフトクロスに打つ、あダイレクトにここは決めてきました。古賀が決めました。古賀にも笑顔が見られています、ね、やっぱりそれだけ古賀が頼りにされているということの証ですよね。はい、ワロゾが打ってきましたがアウトになっています。 NEC に7点目が入りますよね。いやだから本当に彼女がやっぱりいないとリズムがつかめないっていうのは分かりますね。はい、よくは拾いました山田、古賀がフェイント、ロゾフロゴバックセンター佐藤が打ちますがアウトです。得点は NEC に入る、このサーブはアウトになりました。奥画面手前側の岩崎もこの人もいいサーブを持っています。右サイドからのサーブアチャラポーン、ただクイック、木上佐藤岩崎ロゾブロックに当たります。アチャラポーン塚田古賀レフトから
古賀がここは決めました。古賀でここは切りました。岩崎のサーブ1回で切れた選手いると思うんですよね、はい、その選手が1回で切れるとすごく精神的に楽になりますね。なるほど。ロゾがライトからブロックに当たります。ここも塚田よく拾った。大工ぞの返すだけ。ドレーズ山中拾って、山中クイック、山中がここクイック決めました。11点目が入りますですが、ブロックではリーグ2位という成績を残しています。いやもうスパイクで貢献、いい選手成長してくれたなというふうなところは思ってるでしょうね。そうでしょうね。さあプレー再開します。岩崎、佐藤フェイント、塚田、大工ぞのアンダー、アチャラポーン、レフトクロス、柳岸、ネット際、どうだ、木之江が打っていきました。ここは木之江が打っていきましたね。コートル体育館にも最後まで残って、まあ、黙々と練習している、成長した一人なんていうようなことも話をしていました。井上が返す。山岸、佐藤レフトカーンとは大工ゾーンが飛び込みましたが、得点は埼玉上尾に入ります。12点目が埼玉上尾に入って、し、はい、また監督とかもあの指示しやすいと思うんですよね、はい、こういう風になったからこうだろっていう話がどんどんあの監督と選手のコーチとらの差がなくなる、はい、あの強い弱い時、弱い時って監督のとりあえずそのこうしてみろ、足見ろっていう意見が注目されがちなんですけれども、はい、やっぱり強いチームっていうのは選手からこうしたい、ああしたい、で監督がこうしてくれって言ったら分かりましたって、お互いその何でしょう、歯車がどんどん噛み合ってくるっていうので、はい、その差があまりにもありすぎて、このセッターの体格で活躍をしました。山崎のサーブ、ストレートに打ちます。アチャラポーン、塚田、ドルーズライト、ブロックワンタッチ、手を伸ばしますが、ここは新田追いつけませんでした。手届きませんでした。13対10。右サイドからのサーブ、佐藤、山崎、ブロード、青柳、ここは繋げるか、なんとか繋いだ。佐藤、山崎、新田、ここもなんとか繋ぎます。 NEC のベンチ前、そこ繋いだ。ここはここは山田返すだけ。山岸、山崎、佐藤、ブロック、ここはブロックポイント NEC。 お互いにこの球際気持ちの入ったプレーが見られましたが、います。中川のサーブ、ショートサーブ、佐藤、山崎、もう一度佐藤、ブロックワンタッチ、中川、大工園、柳田、この人も小柄ではあるんですが躍動感のあるプレーを見せます。あるので、さあ中川のサーブでプレー再開します。山岸、山崎、佐藤、レフト、ロゾ、山崎、佐藤、もう一度ダイレクトに行く。大工園、柳田、ブロックワンタッチ、インナーにボール落ちました。コントロールにボールを落とし、中川のサーブが続きます。このショートサーブ前を狙います。ちょっと重なった、返すだけ。青柳、山田、中川、アチャラポーン、ブロックワンタッチ、ここも連続得点 NEC、 17点目が入ります。リプレイご覧いただきましょう。アチャラポーンも、はい、当てに行っててブロックアウトをきっちり取ってくれるので、はい、相手とすると嫌なブロックアウトの取り方なんですよね。あ、そうなんですね。さあここは返すだけ。大工ぞの中川、ライトかな、柳田、ここは山岸つなぐ、ロゾ、佐藤返すだけ。チャンスボール NEC、 古賀、中川、クイック、山田、山岸、山崎、新田、ライト、中川、大工ぞの柳田、フェイント押し込む、山岸、山崎、佐藤、ブロック、リバウンド、山岸、新田、ここもよく拾った。中川、大工園、柳田、ブロックワンタッチ、ここもよく拾います。バックセンター、ロゾ、最後はロゾが決めました。ここもラリー続きましたが、最後ロゾが3点差です。佐藤のサーブ、アチャラポーン、ブロック、リバウンド、古賀がリバウンド反応したんですがパス繋ぎませんでした。背に落とされてるわけではないので、はい、中川、柳田、ライトから山岸、ロゾ、ロゾのボールはコートの外側に出てくるというので、やっぱり予測してプレーっていうのは必要になりますよね。そうですね。あとはブロッカーは、はい、もう私は逆に止めなくていいと思ってるんです、はい、止めなくていいっていうのは岩沢をリリーフサーバーに送りました。インドラインギリギリいっぱいなところはアウトです。選手名鑑ストレートヘアだったんですけれども、シーズン始まったらパーマをかけるというので、ね、ヘアスタイル変わっているというところになって、本当におしゃれに気を使っている選手だという話をしていました。ここは NEC 返すだけ。
山岸、山崎、クイック山中、チャンスボール埼玉上げを山中、山崎、ロゾ押し込む、アチャラポーン、中川、古賀ブロックワンタッチ、なんとか拾う、ここは岩佐返すだけ、アチャラポーン、中川、古賀フェイント、ブロッカーの後ろどうでしょうか、ライン上に押しています。得点は NEC 20点目が入ります。ただのサーブ、木上側前に行きます。新田、山崎、ロゾ、ブロックの上ですが、ここは対応しきれませんでした。ロゾが決めています。バッターの東レの井上とは下北沢成徳の同級生ということで、もう今年35歳になります岩崎。アチャラポーン、ここは決めてきました。1回でここ岩崎のサーブ切りました、はい。塚田のサーブ、プレー再開します。黒子、岩崎、ロゾ、ライトからブロックワンタッチ、ボールもコートの内側に落ちました。古賀、あ、失礼、アチャラポーン、あ、失礼、古賀です。リバウンド、大吉園、バックトスからドルーズ、ライト、岩崎、佐藤、ロゾ返すだけ、ドルーズ、塚田、古賀、レフトから古賀が決めてきました。得意のゾーン決めてきました。ここは左サイドからサーブ打ちます。岩沢、岩崎、シークイック、 山中決めました。綺麗に山中のサーブ、大工園、塚田、バックセンター、古賀、ここレシーブします。なんとかここはつないで、ロゾ返すだけ、チャンスボール、 NEC、 大工園の塚田、アチャラポーン、しかしここはブロック止めました。埼玉上げを青柳と黒子が飛んで、あの合わせに行くっていう形で綺麗に2枚飛んでましたね、はい。両チームとも20点台に達しています。ドルーズ、ライト、ワンタッチ、ロードジャンプしましたが届きませんでした。ブロックで点を取られた後にここはドルーズで、さあ佐藤をリリーフサーバーに送りましたが、ネットにかかってしまいました。21点目、だと思うんですけど。なるほど。さあ黒子のサーブです。アチャラポーン、塚田、ドルーズ、ライトから止めを切りました。ロゾですが、ボールは観客席に入りました。24点目、 NEC 最初から見させてもらってるんですけど、はい、あの最初の頃はまだまだ日本のバレーっていうのに慣れてないのかなっていう、はい、セットポイントは変わりません。上げを佐藤のサーブ、塚田、アチャラポン、ワンタッチ、佐藤、岩崎、ロゾ、レフトから古賀、塚田、バックセンター、古賀、フラッグ上がります、アウトです。埼玉上尾に23点目が入りますが、ブザーが鳴りますということになって、25点目が入ります。さあ今このリプレイの映像映りました。オンラインということになりました。このままのリズムで、はい、上尾は自分たちのバレーがもっともっとできれば、はい、あの勝つチャンスはいくらでもあるので、ええ、そこを進めてほしいですよね、はい。大崩れから古賀、まずは古賀がワンタッチ取ってきました。ラリー中、埼玉上尾としてはこの人にも活躍されたくないっていうのはもう第一条件ですもんね。そうですね、あの彼女が活躍するっていうことは、はい、もうチームが余裕ですからね、はい、逆に苦しめてるっていうことは、あの自分たちのチームが有利に働いてるっていうことなので、はい、はい、古賀、ドルーズ選手をちょっと今決定率がいいので潰したいですよね、はい。試合後林が言っていたのは、もう古賀選手止めようにも止められなかったというような本人も話をしていたので、いいようにやられたというようなことも彼女は話をしていました。やっぱり代表のキャプテンでもありますので、はいはい、まあ、一応 NEC の顔ではあるんですけれども、はい、個々の選手がやはり自分 のプレーを 100% やってくれているので、はい、やっぱり その底上げが必ずでき、アチャラポーン、塚田、クイック、山田を使いました。山中の B クイック決まっています。ここもアチャラポーンからのので、セッターとしては、ね、なんでしょう、コンビの、はい、個数が増えるんですよね。そうするとここしか上げられないっていうのだと、やっぱりちょっと丁寧に上げなきゃっていうのはあるんですけど、はい、まあ、全体的には丁寧に上げなきゃいけないんですけども、ちゃんときちっと返ってくると少々乱れてもアタッカーが十分な状態で打てるので、はい、そういったところでは上げやすくなりますよね。余裕が出ますよね。なるほど、コンビ使いやすくなる、相手に対してもこうプレッシャーかけやすくなるというのもありますよね。そうですよ、今度は相手のブロッカーとするとどうしても間が空いてしまう、1枚になってしまうっていう、やっぱり好条件になってしまうんですよね、はい。バックライトからドルーズ、ダイレクトに押し込む、塚田、よ、先、黒子、ドルーズ、塚田、アチャラポーン、山岸拾います。岩崎、バックセンター、ロゾ、ブロックアンタッチ、ドルーズ、塚田、
アチャラポーンレフト、山岸正面、岩崎、佐藤ブロック、小麦拾いました。岩崎上げてここフェイントを入れました。なんとここはつなぐ佐藤ブロックワンタッチ、塚田大工園、アチャラポーンワンタッチ、最後取りました。ここも手に汗握るラリー続きましたが、最後アチャラポーンワンタッチ取っています。今の決められ方も相手からすると嫌なんですよ。はい、バーンっての床に叩きつけられるアタックって意外と切り替えられるんですけど、はい、今みたいにブロックを利用されてアウトにすると、はい、あ止められたよねとか、あレシーブできたよねっていう、ちょっと後悔が残るプレーなんですよね。はい、ただここは山田のサーブです。ところぞくは乱れました。サービスエースワンタッチで決まりました。山田のワンタッチいます。山田もこの高さのあるミドルツーでここは返しました。岩崎、チリ A キャッチを返したから、はい、岩崎選手が2ができたっていう方程式ですよね。はい、古賀この拾いました。黒子、岩崎、ここは佐藤返すだけ。大工園、塚田、クイック、木上が決めました。仕方だったんですけど、今のは、はい、後ろから前に入ってきたので、はい、普通ならライト側に打つスパイクの入りなんですけど、はい、それを肩を入れて逆側に打ちましたよね。はい、次はサーブを打ちます。セッターがバクローに降ります。アチャラポーン乱れました。古賀ハイセット、ドルーズ、ここも返しました。チャンスボールは NEC、 大工ゾーンの塚田、ドルーズライトから打っていきましたがアウトになりました。得点は埼玉上をブレイクします。岩崎のストラックにコンビができたと思うんですけれども、はい、ちょっと短かったんですよね。古賀がレフト、山岸正面、岩崎、ロゾ、大吉の塚田、古賀がここは決めました。サーブを打ちます。9対7右サイドからのサーブ、ロゾ、岩崎、ロゾライトからフェイント、大吉の飛び込みが届きませんでした。先輩の小島というのがもう素晴らしいプレイヤーだけに、大工園としてもこうプレッシャーかかる部分ありますよね。そうですね、もっとやらなきゃいけないっていうプレッシャーはあると思うんですけれども、はい、またそれはそれでは自分しかできないプレーというのは必ずあるはずなので、そっというような、ね、プレーもたくさんありましたからね。いやもう私もリベラやっててそうなんですけど、はい、相手がよし決まったって思ったボールを上げるっていうのが本当に気持ち、はい、香川のサーブ、第一セットはこの人のサーブ非常に効きました。佐藤、岩崎、ライトから黒子、中川、柳田、ブロック、ワンタッチ、拾って岩崎、山岸、黒子フェイント、奥に押し込みます、古賀、中川、柳田、フェイント、ブロッカーの後ろ、よく拾った黒子、山岸、バックセンター、ロゾ、フェイント、アチャラポーン、中川、ミドル、山田が決めました。山田のクイック、ね、はい、中川のサーブ続きます。黒子、岩崎、佐藤レフト、ブロックワンタッチはコートの外側、ワンタッチありますので得点は、山崎のサーブプレー再開します。古賀、中川、柳田、ライト、山崎、山岸、新田、ライト、ここも正面です。中川、大工場のジャンプトス、柳田ストレート、ここも山岸よく反応しました。山崎ハイセットから、ここは佐藤返すだけ、山田、中川、柳田、フェイント、最後は柳田フェイントで決めます。フェイントだったので相手はやっぱり足が止まりますよね。なるほど、さあプレー再開してます。中川クイック、なんとか入った。青柳、佐藤、ワンタッチあります。アチャラポーン、中川、レフト、古賀、山岸を反応、山崎、バックセンター、ローズを押し込む、中川、大工園、古賀、ここもちょっと力を抜いたアタックになりました。15点目が入ります。5点差あります。佐藤、山崎、佐藤フェイント、ブロックにかかります。山崎、佐藤、ワンタッチあるか、ここはアチャラポーン反応したんですが、ボールはエンドライン後ろの観客席に入っていきました。佐藤のサーブです。中川、柳田、中川、大工園、もう一度柳田、柳田がファーストレートに決めてきました。山田のサーブ、ニーダ、ネット際どうだ、返せるか、なんとかここは返しました。チャンスボール NEC、アチャラポーン、中川、クイック、木上、山崎、ロゾ、レフト、ブロックワンタッチ、中川、柳田、
この組狙ったが反応をよくしたんですがボールを返せませんでした。もう14分の6途中出場で決めています。新田、山崎、シークイック、青柳、ベテランの青柳でここは5点差あります。アチャラポン、中川、小賀、フェイント、なんとか拾う。新田、山崎、ロゾ、ブロック、このよく拾った。岩沢、2位だ、ライトから、フラッグ上がります、アウトです。得点は NEC18 点目。以上に活躍してくれました、はい、なるほど。さあ、塚田のサーブ、2位だ、山崎、クイック、山中、ここは決めました。山中乱れた、岩崎のサービスエース決まりました。14点目が入ります。さあ、岩崎のサーブが決まり、はい、続きます。アチャラポーン、塚田、古賀、クロスに打ってきました。サービスエース取られた後はこの大黒柱の古賀で切って、こうやってきっちり切っていくっていうことがバレーボール得点する上でやっぱり大事になるんでしょうね。大事ですね。あのずるずる引きずらないっていうのは一番大事なので、はい。ワンタッチあります。大工園、アチャラポーン、ブロックにかかる。塚田、クイック、木之江、木之江がここは決めました。取りますよね、はい、それは改めて確認が行われてからのプレー再開です。ドルーズ、ショートサードを使いました。ドルーズライトからブロック、ワンタッチ、リバウンド拾います。もう一度ドルーズ、クロスミュース、岩沢、黒子、古賀、塚田、アチャラポーン、ワンタッチ、ちょっと重なるようになった。岩沢、黒子、古賀、塚田、クイック、木之江、岩崎、佐藤、ここが正面、塚田、レフト、アチャラポーン、このクロスに打つ、ネットにかかって返せるか、ダイレクトに行く、木之江、ラリー続きます。佐藤、ロゾ返すだけ、チャンスボール、 NEC、 木之江、塚田、もう一度木之江クロス、クイック決めました。ここは岩沢も返せませんでした。息のむプレーばっかりですね、はい、互いにこのサーブ、右サイドから佐藤、岩崎、黒子、ライトから山田、塚田、アチャラポーン、ブロック、ブロックポイントは田中のサーブ、ミドル前には青柳が行きます。アチャラポーン、塚田、アチャラポーン、レフトからワンタッチあります。21点目が NEC に入ります。アチャラポーンのここの決めたプレー、ブロックの上でしたがワンタッチありました。アチャラポーンもこれで24分の7 29.17% 決めています。ブロックも1本あります。岩崎、バックセンター、ローゾ、ワンタッチ、ここはありました。ローゾがバックラインにバックアタックもこの攻撃選択肢にあります。両チーム、ブロードイン、山田、押し込みました。決めることできるか、佐藤のサーブ、ここは決めてきました。岩崎、バックセンター、ローゾ、ここは大工園のところを狙いました。佐藤のサーブ、アチャラポーン、塚田、古賀、フェイント、なんとつなぎます。岩崎、ロゾ、レフトからワンタッチ取りました。ロゾ連続ポイント、今度はワンタッチで決めてきました。さあ、佐藤のサーブでプレー再開します。大工園、塚田、古賀、レフト、ワンタッチ、黒子、岩崎、青柳、ライト、もうなんとかつなぐがボール返りませんでした。 NEC に得点が入ります。ここは NEC、山田のサーブ、ロゾ、青柳、ロゾ、フェイント、ボール越えませんでした。24点目、 NEC に入ります。 NEC、 山田のサーブ、ロゾ、これちょっと乱れた。山岸、ハイセット、ロゾのスパイク、ここは入っています。得点は埼玉、上尾に20点目が入ります。前に山中が行きます。アチャラポーン、スカーダ、古賀がハイセットから、この得点は埼玉、集中してほしいですね。なるほど。さあ、プレー再開します。青柳のサーブ、アチャラポーン、ちょっと乱れました。塚田、古賀が打つ、ブロック、なんとかつなげ、大工園の飛び込みが23点目、埼玉上げよ。ここも素晴らしい得点を見せました、プレー見せました、埼玉上げよ。ブロックポイント、リバウンドよく反応したんですが、ここは山中のブロックポイント、今日2本目、23対24、塚田、古賀、フェイント、最後はあっけなくフェイントで決まりました。埼玉上尾も粘りを見せて23、勝ったは勝ったけど、はい、リズムはでも無効だよねっていう試合だと
次のセットもその流れがずるずる来ちゃう時もあるので、はい、やっぱりそのリズムが早く切れるようにプレーしないとダメですよね。はい、さあ第3セット始まっています。ロゾがライトから大工像の塚田ドルーズワンタッチ、なんとかここはつないでロゾ返すだけ。チャンスボール NEC 塚田クイック、ここは木の上決めました。木の上両腕これつけられるので、はい、いいコンビネーションでしたよ。はい、ここまで13分の5決めています。木の上大工像のドルーズライトから岩崎正面、山岸ロゾライトからブロックワンタッチあります。ここは追い切れませんでした。ここは1回で切りました埼玉上尾。ロゾのサーブ塚田ドルーズワンタッチ、ロゾ山岸佐藤大工の正面塚田小賀クロスに打つ、しかし山岸岩崎佐藤ワンタッチ大工の塚田ドルーズ、ここワンタッチありますロゾ岩崎ブロック2枚佐藤が打ちましたがフラッグ上がります。タッチはあります。得点は斉藤。ロゾのサーブ古賀塚田、古賀がストレートにここは決めました。岩崎の正面、ちょっと岩崎は剣を見上げました。2対2です。来ましたね。そうですね、佐藤岩崎もう一度佐藤古賀塚田ドルーズブロックワンタッチロゾ岩崎クロゴライトからブロックにかかってつなげるか、つなげませんでした。ここはブロックにかかってリバウンドつなげませんでした。リプレイご覧いただきましょう。こうフェイントでやはり越そうというふうに考えていたんでしょうか。そうですね、した意外にアチャラポン選手の手が残ってたということで、はい、押さえつけられましたね。はい、クイック山中ここもタッチがあります。得点は埼玉上尾。しっかり相手に明日戦う久光と埼玉上尾にプレッシャーをかけてこのレギュラーラウンドを終わりたいところです。ドルーズライトからフェイント、ここもよく反応佐藤岩崎、もう一度佐藤ブロックリバウンド青柳返す大工園塚田バックセンター古賀がここ決めました。ロックアタック増えてくるとまた得点の幅っていうのも増えてきますよね。増えてきますし、ブロッカーも締めづらい、的を絞りづらいと思うんですよね。はい、真ん中がないと。そまあ木上のサーブ岩崎佐藤ブロックよく拾った山岸、クロゴ佐藤古賀、ここがバックセンター、ここは越えませんでした。3連続ここは塚田もバック。さあ黒子のサーブです。大工園塚田アチャラポーンレフトワンタッチ取りました。ここもうまくワンタッチ取ってきました。奥に打ってるので、はい、ああいったブロックを利用して後ろの方に飛ばされるんですよね。はい、ショートサーブからバックセンターローゾ大工のよく反応古賀ドルーズバックアタック黒子岩崎佐藤古賀塚田アチャラポン黒子岩崎佐藤この正面古賀塚田バックライトドルーズ相手のコートに入る佐藤返す、ここは佐藤が決めています。互いにちょっと佐藤のサーブ古賀塚田ブロード山田ストレートフォアブロードミドルを使って切りました。切られました。ロゾ岩崎ロゾレフト大工園塚田古賀黒子山岸ロゾブロックに当たるリバウンド佐藤岩崎青柳ライトに張っていたんですがここは古賀が止めました。先ほども山岸岩崎ブロード青柳打ちますがボールはラインの外です。得点は NEC。 さあブザーなしたワンタッチあったということですね、はい、見えないですからね、はい、もう審判からは意外の見えない位置から当たってると、はい、でライズマンの方もいらっしゃるんですけど、打球早いですから ね、一瞬のボールを判断しなきゃいけないので、本当大変だと思います、はい、さあ青柳のサーブでプレー再開します。得点は8対6大工園の塚田古賀岩崎ロゾロゾが打ちますが得点は NEC、 タッチはありません。 NEC ここは
ダイレクトにここは決めました。ダイレクトにここは決めてないので若干ちょっと山なりのボールも必要かなと。 今ぐらいのサーブレシーブだと、はい、もうベストなんですよね。はい、お互いミドルを使いました。木上、塚田、古賀を使う。ここは古賀できました。古賀が決めてきました。11点目。サーブが続きます。左サイドから黒子、岩崎、バックセンター佐藤、コメカンドしたアチャラポン、ネット際どうだ、押し込む、なんとかつなぎます、ね、NEC 山田、古賀、ブロックワンタッチつなぎます。アチャラポン、ドルーズ、バックライトからこのブロックにかかって、なんとかここはつないだ。どうぞ振り向きざまに追いかけたんですが、ここは3つ目のバッてますからね。はい、はい、まあ、そういったところで2位争い、この2位争いが熱い戦いがこの佐賀では繰り広げられています。はい、さあ塚田のサーブです。セッターが共にバックローに乗ります。岩崎、黒子、レフト、大仏の古賀、バックアタック、アチャルポン、ネットをここは越えませんでした。校内のビジョンを見ています。さあ得点どうでしょうか。ブロックがあったということですね。今そのブロックの部分が、はい、拡大されていますが、アチャラポーンのバックアタック、ブロックに当たっているということで、天と地ですよね。はい、そうなりますよね。さあ13対7でノーカウントということですかね。試合再開されます。塚田のサーブ、山岸なんとか拾って、ここは返すだけ。本田、大工園、塚田、古賀、フェイント、ブロックの後ろにここは落としてきました。で、はい、やはり、ね、ライトのレシーブに入っている選手は来る、黒田が来ると思って準備していたらフェイントなので、はい、そこはもう厳しいですよね。はい、ストレートにここはロトが来るんですけども、はい、それがやはりギリギリまでわからない。やっぱり上手くなるとギリギリまでわからないので、はい、どちらにもかけられないんですよね。そうなんですね。さあここはドルーズで切ってきました。ワンタッチ取ってきました。ドルーズもアチャラポーンも回ってきています。右サイドからのサーブ、山岸、ここ乱れました。どうぞ、ハイセットから佐藤、ブロックポイントは NEC、 高い2枚が飛んでいます。この2位の椅子をかけての両チーム戦いが続いています。さあ岩崎上げて、黒子がここは押し込みました。9点目が入ります。上のサーブです。右寄りからここは打っていきました。佐藤、岩崎、得点は NEC。 サーブ、ここもロゾ、岩崎、ブロード、青柳、ここは押し込みました。短い距離のブローで決めています。迎えてほしいですね。古賀、塚田、ドルーズライト、ここはドルーズ決めてきました。山崎のサーブ1回で切ります。19点目。さあ中川のサーブ、右サイドショートサーブ、ローズワンハンド戻して、ここは2位だ、返すだけ。大工像の中川、アチャラポーン、ブロック、ここはブロックポイント。このブロックっていうのは流れ変える上で大きなプレーになるんでしょうか。大きいですね。相手のエースを仕留めるわけですからね。はい、ただ NEC もただでは引き下がりません。ここは20点目が入りました。アチャラポーン、期待の選手たちが映っています。ここはうまくブロッカーに当ててコートの内側にボールを落としました。アチャラポーンのサーブ、山岸、山崎、ロゾ、古賀、中川、古賀を使います。ストレート、佐藤、ロゾ、フェイント気味に入れる古賀、なんとかここ押し込みました。ネット際の争いになりました。世界大会です、はい、ちょっと乱れました。山岸、ロゾ、ハイセット打つ、アチラポーン、中川、古賀、決めてきました。場面でも使おうとしてるので、はい、さあレフトからロゾ、ここはロゾが打ってきました。決めています。13点目。岩崎のサーブ、古賀、中川、古賀、山岸、岩崎、ロゾ、ワンタッチあります。大工殿、アチラポーン、古賀、ハイセット、ブロックに当たる。ロゾ、岩崎、黒子、アチャラポーン、中川、柳田、ワンタッチ取りましたが決まっています。24点目が入る。一気に決めるか NEC、 それとも粘りを見せるか埼玉上尾。岩崎、ロゾ、ライトからここはストレートに決めてきました。ワンタッチ取ってきました。14点目。
古賀、塚田、古賀がここはクロスに決めてきました。最後決めたのは古賀、25点目が入ります。第3セットはここは点差がつきました。25対14、11点差をつけて NEC が取りました。 NEC レトロケツ対埼玉